石丸勝一石丸勝一から1922年8月21日は佐賀藩出身の明治、大正時代の氏族、実業家、政治家、佐賀市長。1851年、佐賀城下同祖元町に佐賀藩足軽、石丸善助と妻門の次男として生まれる。父善助は、元は商人で、石丸家には養子として入っており、家督相続後も、 タバコ屋などの商売で財を成していたため、勝一は幼少期から草場船山、小賀畜堂などの塾に通い学問の研鑽を積んでいる。明治7年に佐賀の乱が勃発すると、勝一もこれに加わったが、乱後の裁判では無罪となった。同年9月に父が死去し家を継いでいる。この頃は、政官論に傾倒しており、高加藤事件を受けて、 朝鮮出兵を提唱していた佐賀氏族、家永康主のもとに、翌年萩の乱を起こす前原一世の、実定左右一世が、出兵の憲白が失敗の際には、決起する要要請に来た時は、この階段に同席している。石丸一氏がこの話に乗ることはなかったが、萩が決起した際には、関係を疑われて家永と共に投獄された。なお、翌年春には保釈され、 西南戦争後に正式に無罪となっている。その後は、出力処分により、過録を失った氏族を救済するため、受産者を設立し、有明海沿岸の埋畜事業で成功を収めたほか、佐賀新聞の創立の際には副社長兼印刷人を務め、小説の連載を行うなど、大衆相手の新聞作りを行い部数を伸ばすことに成功している。 1889年の佐賀市政志向では、初代条約に選出。初代市長の石丸玄作が、明治25年に健康上の理由で辞職すると二代目の市長となったが、市職員の横領事件の責任を取って辞任。一旦台湾に渡り、台湾鉄道会社で予算編成などを務めた後、木介市、1898年には、佐賀市会議員に当選。翌年には再び、 佐賀市長に就任し、1909年まで2期務めた。この間、佐賀商業学校の開校や佐賀兵営の設置決定などの業績を残している。市長退任後も、実業活動に邁進し、佐賀米国取引処理,理事長、窓の梅し作り監査役、博多洋業監査役、神崎実業銀行取締役などを務めた。また、文化人としての側面も持ち、 佐賀県庁から陸軍大演習で展覧に供する刀剣書画の鑑定を依頼されたこともある。特に明治の三筆と歌われた書家、中林五畜とは交流が深く、私的な交流を綴った手紙が後に発見されている。五畜の死去の際には、葬儀委員長を務めた他母妃の懇流も言った。1922年8月21日、72歳で死去。葬儀では、 衆議院議員の添島義一が弔辞を読んだ。ありがとうございます。